日高瀬さんと勝田さんはもうすでにこの地域連携の活動に、取り組んでいただいたっていう経験がございますけれども、ちょっと簡単に今社会連携推進室の方で、先ほど総長が言った人間力をですね、養うプログラム、どんなものを今やっているのかということで、まず一歩プログラムと題しまして、ステップがですねいろいろございまして、まず基本的には多様性を理解するための第一歩を踏み出そうと、ワークショップなんかをですね通じて、まず仲間同士集まってですね、何か大学の中に入ったんだけど何もしてないなという方にですね、まず踏み出してみようというワークショップをやっております。それからステップ2としてですね、つながるプログラムということで、これはですね地域で頑張っている人や中小企業の経営者の方なんかに実際に触れ合ってですね、でただ単にその方を知るだけじゃなくてですね、その方とぶつかってですね、自分の人間としてのですね今までの人生っていうのを振り返ったり、これからの目標なんかを見つけていただくことができるんじゃないかなということで、こういうプログラムを作ってます。それでは勝田さんと高瀬さん の活動についてですね、まあはい、学生時代この活動の中でどんなことをやったかというのをご紹介いただければと思います。この、一歩プログラムで、この踏み出すワークショップというのと、このつながるプログラム、あと総長がおっしゃってたプロプロと呼ばれているプロフェッショナルワークショップというのに参加したんですけれども、やっぱりそこで学んだことって、一言で言うのは何かっていうと、なんか多様性になるんですよね。やっぱりっていうのは、やっぱりこう自分が住んでた世界しか知らなかったこのちっぽけな自分が、こういう世界に行ってみて、人と出会って、その地域に行ってみて、やっぱり多様性でその新しい世界を知るっていう中で、こうなんか自分の今までの考え方でいうと、こうお金で世界が回ってるようなこう物質主義的な考え方っていうのが当たり前だと思っていたものが、こうなんか人と人とのつながりで世の中が回っているんだっていうのは、こうなんか言うなれば精神主義的な考え方が本当に大切なんだなと思いましたし、やっぱりあと地域に行ってみて、すごい日本人であることに僕は誇りを持ったんですね、っていうのもやっぱりこういう人々が地域を支えてるからこそ、この日本っていうのがやっぱりあるんだっていうのを、なんか間近で地域に行って人と会ったからこそ知れたことで、僕はすごくこのプログラムに参加してよかったなって胸を張って言えると思います。はい、私は勝田君ほど正直目的意識を持ってプログラムに参加したわけではなくて、ワークショップは参加せずにいきなりその現地に行って行くつながるプログラムだけに参加したんですけれども、そこで私は福島の南会津に一緒に行かせていただいたんですけれども、行ってみてもちろん田舎のいいところも知れたのと同時に、問題点だったり抱えてる問題、深刻な状況を目の当たりにすることができたっていうところが自分にとってすごいいい経験になったと思っていて、なぜならば、地方の視点ということはよく言われますけれども、地方の視点というものはその地方の暮らしだったり生活の中から生まれてくるもの、でもその暮らし自体を想像できてない中で地方の視点は決して語れないなというふうに思っていて、そのきっかけをそれを目の当たりにすることができたということは自分にとってすごく大きなことでした。吉川さん の活動の中でですね、はい、もしこのような大学生っていうか、はい、大学の役割っていうのが、うん、例えばどのように有効に、うん、機能するというふうにお考えでしょうか。はい、この村上のまちづくりを、他の大学で話をする機会が あったりした時のことなんですけども、そういう世界があるとは知らなかったと、ですごく感動して、自分たちも何かできることがあるんじゃないか、 やれるぞというようなことでですね、そこで初めてその地方の衰退の実態を知り、自分の故郷のことを思って、俺も自分 の故郷に戻って、何かやるぞと、そんな風にですね思ってくれる学生も実は中にも出てくるんですね。感動を、私が実際に人と会って感動して、そして動いたんです。でまた感動して、くじけずにやってこれたんです。なので、そういう感動する機会をぜひこの大学の中でこれから頻繁に作っていくことがですね、まさに自らが考えて苦しい中でも切り抜けて進んでいけるような人材を育てることにつながっていくんじゃないかなと思います。吉川さんもそういう意味ではね、地元に帰られたんだけど、やっぱり早稲田で学んだ経験とか、あるいはカナダへ行かれて、あるいは商社で働かれた経験を持って地元へ帰ったから、地元のいいとこも悪いとこも
見ることができてそれを活性化することができたっていう意味では、あの首都圏にある大規模大学としてはやっぱりそういうあの地方の人が合わせてきて学んでまた地方へ帰っていく、あるいは東京からで生まれてここで学んだ人が地方のことを知って地方に散っていくっていう、こういう循環をですねうまく育てていく拡大していくっていうことが、まあ、首都圏にある大学としての大きな役割だというふうに思います。